皆さんこんにちは、小石郎です。九州の銘菓シリーズということで、とっても美味しい銘菓を扱っている都農町の菊屋さんに行ってみましたので、今日は紹介したいと思います。菊屋さん名物の一宮という焼き菓子です。とっても美味しいお菓子です。まずどの辺かと言いますと、珍しく車の前面のを、ホームビデオで撮ってます。延岡から日向市を通って、三津を抜けて国土10号線を宮崎に向かって南下すると、しばらくすると都農町の方に行きます。はい、これは宮地区という、とても宮崎牛として有名な宮地区を扱っている場所ですが、ちょうど小湯郡は畜産が盛んですけれども、そこの宮地区の工場が先ほどあったところです。はい、この辺は都農町なんですが、国土10号線を今南下しているところです。10号線というのは東九州の、大きな主要国道の幹線になるところですが、はい、もうしばらく行くと右が都農ワイナリーという都農町の大きとっても美味しいワインを扱うところがありますが、その近くも通って行ってしばらく行くと、まっすぐ行くと旧道の方になります。都農町の町の中を通り抜ける昔の国道になります。右の方がバイパスです。これは都農町の旧道の中に入っていく道ですね。中に入るといっても、道路としてはまっすぐに行ってるんですが、左の方は都農小学校という小学校です。地元では都農町は大きな小学校は3つありますけれども、ここは中小と言われている小学校です。片手でホームビデオを撮ってるんで、ちょっとブレてるんで申し訳ないんですけれども、はい、いいかという感じで、撮ってるところなんですが、これが都農の町の中に入っていく道です。方向から行くと、これまっすぐ今南進南の方に向かって進んでいるところなんですけれども、都農町の中の北町というんですかね、この辺が北町だと思います。北町、中町、北新町とかですね、いろいろあるんですけれども、この辺は北町ですね。緑色が菊屋さんです。ここが菊屋さんですが、ケーキとか書いてますが、この菊屋さん私も大好きです。40年来の付き合いになってますかね。はい、この菊屋さんはとってもご主人さんが妻が素敵な方なんですが、ケーキも美味しいんですが、美味しいお菓子ばっかりなんですけれども、うちの宮福屋菓子舗さんですね、キャンペーンを今されているようですが、町外の発送は無料になるということです。はい、今食べていただきましたが、日向の国一宮のお菓子です。お味はまずどうでした？美味しいですけど、美味しい食感はどうでした？食感はふわふわしてて、はい、白あんのところがちょっと食感が違って面白かった。あ、面白かったですか？
あの以前佐賀錦の動画で上げた時には味がどんな味かなっていうのが質問があったんで、今度はすいません今日ラッキーですねこれはなかなか有名なお菓子ではないんですが、私は大好きなんですよね。ですので、いろんな時の手土産としてこれを買って、食べてもらうようにしてるんですが、揚げた方々がみんな美味しい美味しいって喜んでもらうんで、ただ美味しいと言っても どんな感じで美味しいかというのがわからないから、今日は食べてもらいました、すいません食べたことあります、こんなお菓子？いや、ないですね。あ、やっぱ違うですか、はい、あ、よかったよかった、はい、でまた会ったら買いに行きたいですか、それともまあいいかなという感じですか？あ、お土産にね持っていくならね、いいかもですね。あ、そうですか、はい、まあそういうお菓子なんで、ありがとうございました。今日は無理を言ってたまたま来ていただいた方に食べてもらいました。これで味が分かったと思いますが、後ほどはまたあの動画で、連絡先やら見せますので、もしよかったら連絡を取られるといいと思いますよ。はい、ありがとうございましたこんにちは、あの無理やり食べてもらって申し訳ないんですけど、どんなお菓子でした？味はどんなでした？あんこと生クリームがミックスして、はい、とても美味しい。うわ、ステーキ上手で、食べたことはあるような食感でした？ないです、あ、初めてです。これを、はい、そうですね、お届け物としては合います？このお菓子あんまり合いません？お届け物としては合うと思います。あ、喜ばれると思います。なかなか私も他のところで食べたあの似たような味がないんで、ちょっと新鮮かなと思ったんですが、はい、さっきちょっとお話の中で、はい、白あんの周りに生クリームが入っているような感じっていうんですが、はい、あのなんかホイップあんパンとはまた違うような感じですよね。ホイップアンパンとは違います、ね、焼き菓子のような生菓子のような感じですよね。和風のお菓子、ね、お茶受けになんかちょうどいいような感じですよね。よかった、うちの奥様だけだと美味しい美味しいだけど、今日は お二人目に感想が聞けてよかった。やっぱりこれいいですよね、あの九州メーカーのうちのナンバー、私の中では1番2番に入るお菓子なんですよ。ありがとうございました。どうもありがとうございました。こっちこそ。カレーの芋タレじゃなくて、あ、芋タレ。今から飲むです。はい、宇都宮の感想をお二人の方に言っていただきました。なかなかどんな味かというのは口では説明できませんけれども、食べてみると、あ、違うな、面白いなという味なんですが、ぜひですね、延岡または宮崎の方に来た時には、この都農町の、菊屋さんにはこのような非常に、ユニークな焼き菓子があるということは、面白い、ものです。まあ、よく外国の方がこれ、感想で言われたアメージングというやつですかね、アメージング、もうともかく何とも言えない不思議な美味しさです。